秋山玄米9月1日大正10年7月30日は山梨県の名簿家、貴族院議員。山梨県駒郡青柳村の秋山家に父、玄米、母、富の長男として生まれ、1875年7月に家督を相続する。1887年に青柳学校を卒業すると同年2月に上京する。 神田和次長の協立学校を経て1891年9月に慶応義塾に入り、1894年7月に卒業とともに帰郷する。1893年11月1日に藤川修運や製紙業の発展に伴う資金需要の拡大と折からの銀行設立ブームを背景として、秋山家の資産を運用するために、秋山銀行を開業し、 初代講師となった。1902年3月10日に、青柳郵便局が開局すると、同年3月から1907年12月まで、局長を務める。その後、南小間の軍会議員、山梨県会議員を務め、大正8年9月には、多額納税者の5000により、貴族院議員に当選し、同年10月20日に就任したが、 人気半ばの大正10年7月30日に死去した。秋山家の屋敷は2003年に敷地と建物を当時のマスホ町が買い上げ、現在は青ヤギや同意分け館として町のギャラリーやコミュニティ施設として活用されている。ありがとうございます。